えっとね、僕がね、そう、ちなみに、えっ、ー、と、一番ビジネスの世界で、えー、ダサいなっていう三つの三大ダサい、えー、三つの三ダサを言うとしたら、一つ目が、弟子を募集するやつ。一つ目は、弟子を募集するやつなんですよ。これマジでダサい。え、弟子ってなんやねんって話じゃないですか。弟子ってなんやねんって話なんで、弟子を募集したりとか、えー、自分の弟子ですこいつみたいなの紹介する経営者は、ダサい率、高いです。 はい。続いて、二つ目。え、これはね、え、これは、会長。会長。で、会長っていうのは、全員がダサいわけじゃなくて、大きな会社だまあ、上場企業だったりとか、え、それこそ年商100億円超えてる海洋な会社。えっ、ー、と、あとは、え、結構、ま、その、年配の方ですね。それなりに経験がある方が会長っていうのは、かっこいいと思います。はい。人生経験されてる。ただ、若くて会長を名乗るやつって、マジでダサいんですよ。 マジででダダダサダサダサですちなみに、極論を言うと、僕もね、まあ、ダサいんで言わないんですけど、一応、役職的には会長なんですよね。 いろんな会社の社長にお金を出して出資をして、で、その会社たちを、儲、えー、ける、うまくいくれ、いかせるために、いろいろアドバイスをしたりして、グループとしてやってます。グループとは違うか。まあ、でもそういう、みんなでやってる。だから、三崎ホールディングスの会長って言われたら会長なんですよ。でも、ダサいから言いません、ね。だって、若いのに会長ってダサくないですか自己顕示欲をそんな振りかざしたいのかとしか僕は思わないんで、えー、一番ダサいのは、よくいるんですよね。20代とかでなんか変な会長とか言われても、ダサっ 思っって思うんでですすけど会長ダサいです、はいえー、続いて、えー、と3つ目、3つ目がですね、えーまあまあ、僕は本当にそうなんで、まあ、僕もあんま言わないようにしてるんですけどとは言いながらちょっと反面教師みたいなところもあるんですけどたくさん会社持ってますよっつって名刺切るやつ、若くて特に若くて、まあ、年配でもそうなんですけどでちゃんとした会社だったらいいんですよ。ちゃんとした会社であ、えー ちゃんと実体がありそうな会社だったらいいんですけど、ペーパーカンパニーをたくさん並べて、僕会社10社経営してますみたいなやつはダサいです。ダサいもうダサいもうダサダサって感じです。はい。このね、3つを備えてるやつは思うじゃん。本当に終わってるからダサいですね。はい。やばい。なので、えっ、ー、と、気をつけてください。あの、まあ、一つ目は弟子、弟子、会長、たくさん会社持ってる。この3大、3打差が揃ってると、マジでやばいです。一、まあ、つでも、 言っ,てあったら僕はかかんないようにしますね。はい。やばいね。それはね。笑っちゃいます。はい。